Hi guys, Gadgetgirl Kylie here, and welcome back to my Let's Play walkthrough of Sword Art Online Hollow Fragment, doing some more events. So I'm going to head up to my room and do this one first. Oh, she's so cute. でも、たまには息抜きもしたいのよね。あ、ママ、今帰ってきたんですね。お帰りなさい。ただいま、ゆいちゃん。ママは息抜きしたいんですか？まあね。でも、攻略もあるし、息抜きなんて言ってられないんだけど。聞かれると特にこれって浮かんではこないんだけど。I can think of a few things. 私行きたい場所があるんです。その心配はいりませんです。私が行きたい場所には強いモンスターはポップしませんから。つまりピクニック気分で大丈夫ってこと？はい、今のパパとママの実力ならそう言っても問題ないと思います。はーい、じゃあ私お弁当を用意してくるね。 Sweet, we're going for a picnic. ママ、いっぱい作ってくださいね。うん、任せておいて。わかりました、パパ。ゲートを出てからですね。おー、pretty lake.パパもママも喜んでくれて本当にありがとう、ゆいちゃん。この景色の中でならお弁当もすごく美味しく食べられそう。頑張って作った甲斐があったってものね。でも実はここ見るだけじゃないんですよ。ここって友好的な生き物しかポップしないんです。A friendly creature. つまり、じゃーん。これって水着？こんなアイテム一体どうしたの？もちろんパパと私の分もありますよ。We have no choice. Oh, I remember. So this happened ages ago where she got some cloth. So this is what she was making, a swimsuit.私とゆいちゃんはそこの木の陰で着替えるから、キリト君はあっち。Damn! Asuna's got some nice cleavage there!
キリト君もね。ユイちゃん、センスいいじゃない。パパ、ママ、ありがとうございます。ここまで作れるなら、他にも衣装を作って売れば繁盛するかもよ。どうでしょう。私、パパとママのためだったから作ることができた気がするんです。嬉しいこと言ってくれるじゃない。もう、この子は。Time for a swim。 ちょっとキリト君ずるい。自分だけ先に湖の中に入るなんて。そうですよパパ、ずるいです。そんなこと言う人には、えい。Water fight。 そんな見え見えの攻撃が通用するわけないでしょ。ゆいちゃん、そっちに回って、挟み撃ちにするわよ。わかりました、ママ。パパ、覚悟してください。その構え、まさか二刀流。Dual wielding skill in the water。 気をつけて。キリト君は私たちをいっぺんに攻撃するつもりみたい。パパ、あんまりです。私を攻撃しようとするなんて。隙ありです、パパ。今がチャンスよ。どーれ。Tricked by her cuteness. いえ、パパとママが喜んでくれたのなら、それだけで私も嬉しいです。私、ここがアインクラッドの中で一番綺麗な場所だと思うんです。だからぜひパパとママに見てほしくて。22層の私たちの家があったところも綺麗な場所だったけど、うん、景色の美しさなら圧倒的にここの方がすごいよね。それは私も思った。リフレッシュできた気がするよね。76層に来てから下の層に戻れなくなって、前のお家には行けなくなっちゃいましたよね。だからあのお家とは違いますけど、でも少しでもあのお家にいた時みたいな気持ちになれればなって思ったので。あー、パパとママがそんな風に感じてくれたなら大成功です。ゆいちゃん、あれ、パパ、ママ、どうしたんですか。わわ、そんな二人で私のこと抱きしめてくれるなんて。ゆいちゃん、窮屈だったらごめん。でもこうしたいの。窮屈だなんてそんなこと絶対にありません。ただなんかあったかくって、そのくすぐったいです。宿に帰還です。パパ、ママ、お疲れ様でした。ゆいちゃんも案内ご苦労様。あれ
だけ外で水着になってたのに日焼けの心配がないってかなりありがたいかも。湖を反対側まで見てくるとか無茶なことするからじゃない。はい、なので自信を持っておすすめしました。ゆいちゃん、もう何度言ったかわかんないけど本当ありがとう。いたしましてです。ただ実際に行ってみてまた22層のパパとママのお家に帰りたいってことも思いました。あの場所は綺麗なだけじゃない、そんな気がします。だね、私たちの帰る場所があそこだったからもう戻ることはできなさそうなのがちょっと残念だよね。はい、plus we've got that new house。私はこの宿屋さん好きですよ。他の人たちもいるからいつも賑やかですし。そうね、私たち3人がいる場所が家。うん、それでいいと思う。Oh, that was a lovely scene with Asuna, Yui and Kirito. Family outing and a very touching moment of motherhood and fatherhood between the three of them. Okay guys, I'm going to stop this episode here. Don't forget to like, comment, favourite and share the video. Let me know what you think about that scene. How cute was that? It was super cute.And Asuna looked really damn hot in that swimsuit that Yui made for her. And Yui looked super cute in hers as well. So as always guys, thank you for watching and take it easy.